お元気ですか？ボクシビです。今回は BBM プロ野球チアリーダーカード2022、ダンシングヒーロー、これインかな、花でございます。ちょっと英語はね、私苦手なんでね、その辺で、ね、ご了承ください。以前ね、あの前の方やったんですけど、今度はね、花の方で、ね、やっていきたいと思います。それではね、やっていきたいと思います。まずは一袋目でございます。千葉ロッテのね、これはまなみさんでございます。阪神のこれともみさんでございます。こちら中日の、これ萌香さんでございます。でこれ巨人軍の中島ララさんでございます。西武ライオンズのこれ葵さんでございます。我が日ハムの桑原優香さんでございます。2袋目でございます。阪神タイガースの、三森さんでございます。千葉ロッテの水木さんでございます。楽天のこれは穂積さんでございます。これヤクルトのルナさんでございます。西武ライオンズの神田さんでございます。リーダーでございます。で日ハムの澤田瀬里さんでございます。3袋目でございます。読売ジャイアンツの村田インさんでございます。阪神の三森さんでございます。楽天の千波さんでございます。ソフトバンクの七海さんでございます。埼玉西武の結城さんでございます。で日本ハムの田原結城さんでございます。4袋目でございます。ロッテのリンさんでございます。中日のリノさんでございます。ヤクルトのマコさんでございます。巨人のリーダーですかね、斉藤、これ奈々子さんでございます。斉藤奈々子さんでございます。でこれホークスのリーダーですよね、これがハニーホークスですかね、あ失礼しました、ハニーホークさんでございます。キラキラでございます。で日ハムの中田沙耶さんでございます。5袋目でございます。中日の萌香さんでございます。巨人の中島奈々さんでございます。中日のあごめんなさい失礼しました、ヤクルトの佐奈さんでございます。ロッテの亜美さんでございます。でこれ同じくロッテの彩香さんのこれキラキラ模様でございます。で日ハムのこれキャプテンですね、浜野アリサさんでございます。6袋目でございます。ヤクルトのサナさんでございます。ロッテのアミさんでございます。阪神のアユナさんでございます。楽天のカナさんでございます。西武の千尋さんでございます。で日ハムのこれが、ね、サブキャプテンの滝谷美優さんでございます。一番人気あるんですよね確か、1,2,3,4,5,6,7袋目ですね、やっていきたいと思います。
ホークスのソウさんでございます。ロッテのミーナさんでございます。阪神の萌子さんでございます。中日のカレンさんでございます。で、日ハムのこれ大西真帆さんのキラキラでございます。で、同じく日ハムの沢田セリさんでございます。8袋目でございます。で、巨人の杉山奈々さんでございます。ホークスの、ソフトバンクのこれナギさんでございます。で、阪神の三森さんでございます。で、千葉ロッテの水木さんでございます。で、楽天のかなさんのこれキラキラでございます。これ花火かな。で、日ハムのサブキャプテン滝谷美優さんでございます。9袋目でございます。で、巨人の塚越愛美さんでございます。で、阪神の萌子さんでございます。ロッテのゆきさんでございます。楽天の穂積さんでございます。で、西武ののぞみさんでございます。で、日ハムのキャプテン浜野有沙さんでございます。で、最後の10袋目でございます。千葉ロッテのリーダー優香さんでございます。ヤクルトの和樹さんでございます。で、ソフトバンクの愛香さんでございます。読売ジャイアンツの村田院さんでございます。で、西武のマミさんでございまして、で、最後は日ハムの足立小春さんでございます。で、引きサインカードは出ませんでしたが、日ハムの、ね、方が結構多くて、私日ハムファンなので結構嬉しかったりしてはいます。で、これでね、いよいよね、7月最後の開封動画となりました。またね、8月になればどんどん新作もね出していきたいと思いますので、どうか8月も僕の趣味チャンネルをよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。